大丈夫ですか？いいえ、私もさっき来たところですから。わざわざ来ていただいてありがとうございます。そうだ、忘れてました。これはい、私返すのを忘れてて、すいませんでした。昨日はそのいろいろとご迷惑を。それでは、ちょっとこちらへ来ていただけますか？見ていただきたいものがあるんです。この橋を渡れますか、牧村さん。言葉以上の意味はありません。そういう意味です。無理しなくていいです。ごめんなさい。私、こうなること分かっててお呼びしたんです。だから、無理しないで、牧村さん。私、昨日、嬉しかった。迷惑じゃないって言ってくれたから。でも、違うんです。牧村さんがこの世界に留まると決めた以上、私の存在には意味がない。
私の使命は牧村さんをお守りすること、そして無事この橋を渡っていただくことなんです。だって私そのために生まれたから。だって私そのために生まれたから。牧村さん、いつかこの橋を渡ってくれますか？牧村さんの中で何が起こっているのか私には見えません。いつからか見えなくなってしまいました。でも私決めました。彼の望みがどうであれ、私は私にできることはそれしか。時間だから念のため確認しておこうかなと思いまして。
あ、制服だ。どうしたの？これから学校？でもコージー、あ、そうか。変な部活やってんだっけ？ももちゃんたちと。どうしたの？なんか怪しいことを考えてた？コージがぼんやりしてるの生まれつきだもんね。あたしこれから駅行くから。そう、買い物。何？なんか変？ここでしょ。一緒に行こうよ、途中まで。え？夜の学校探検？何それ。君、高校生でしょ。小学生じゃないんだから。なんかやだなあ、私。仮面の男だなんだって、そんなのいいじゃん。どうだって律儀に騒いでやる必要ないのよ、あんなバカ。大騒ぎすればするほどつけ上がるに決まってんだから。何それ。あんなの気のせいよ、気のせい。って言いたいとこなんだけど。あたし、会っちゃったんだよね、そいつに。そう、仮面の変態くん。話しかけられちゃった。昨日の放課後、学校出るとき待ち伏せされた。なんかさ、気味悪いから無視してさっさと行こうと思ったんだけど、すれ違うときすっごい嫌なこと言ったの、そいつ。もう頭きちゃってさ、振り返って文句言ってやろうと思ったんだけど、そしたらもういないの。どっか逃げちゃってんの。そんで代わりに関係ない女の子が歩いてて、私思いっきりその子にバーカって言っちゃって、私めっちゃめちゃ恥ずかしかったんだから。そん時あのね、次はお前だよ、だったかな。あたしが知るわけないでしょ。とにかくさ、なんか笑いながらそう言ったの。すっごいムカついた。あっちだから頑張ってね、学校探検。見回りよろしく。
せえよ。何時だと思ってんだこら。そんでどうすんの？これから。一応夜の理科室で骸骨がどうのって話だったんだけど。はまだ七不思議とか言ってたけど、今となっては古いよね。それも時代はすでに仮面の男です。でもあれってどうしたらいいの？探したってしょうがないし、手がかりだって。手がかりならあるぜ。餌はそいつだ。仮面の男の陰には必ずこいつがいる。だから奴に会いたきゃ、とにかくこいつを張ってりゃ間違いはねえ。俺たちは見てる。だから安心しろ。お、それいいな。おい、あ、僕ロープ探してこようか。体育倉庫にきっとあるよね。冗談だよね、おふりくん。オフリー、なんだよ、しょうがねえな。せっかく本人がその気になってるってのによ。それじゃあこれからどうするんですか？先輩囲んでじっとしてるだけなんて退屈です。トランプでもする？そんなの持ってきたの？エンド君。おいおい、てめえらいい加減にしろ。トランプだ？くだらねえ。まったく、小学生の修学旅行じゃねえんだからよ。それじゃあどうします？そうだな、テーマはズバリ秋だな。そうだ。おお前ら、秋っつったらなんだ？秋といえば、そりゃサマわあ、もうやっちゃいましたね。もも焼いた、焼いてくんだ。あ、お月見とかどうですか？秋の夜長ってことで。でもさ、今日丸くなかったよ、月。あれって満月にやるもんじゃないの？それじゃあ、ももちゃん、うるせえ、静かにしろ千秋。ここをどこだと思ってやがる。黙って集中しろ、集中。もも
桃太郎こそうるさいです。他の皆さんにご迷惑です。誰もいないんだけど。却下。いいか、この本はな、俺様が選び抜いた秋の夜長限定スペシャルセレクションだ。てめえのくだらねえセンスで貴重な季節感をぶち壊すことはこの俺が許さねえからな。黙って読め。ちょっと、まさか泣いてる？エンド君？だって、ひとみちゃん、かわいそう。うるせえな。瞳のオルガンはどっから読んでも名作なんだよ。文句ばっか言ってんじゃねえ。黙って読め。じゃなくて、約束の時間とっくに過ぎてるのに、どうして何も言われないんでしょう。そういえばそうです。おかしいです。降りてみますか。どういうこと？本部と同じってこと？校舎は？ほら、明かりついてるじゃん。ダメだね、全滅。こんなの嘘です。みんな消えちゃうなんて、そんなのありえません。桃ちゃん、わし、怖い。
ったぜ。ついに始まりやがったぜ。俺たち全員消えちまった夜の学校か。いいね、最高。これぞ学園ミステリーの王道だぜ。おう、お前。くれぐれも言っとくけどよ、一人で勝手にフラフラすんじゃねえぞ。鍵はお前が握ってんだからな。牧村さん、私からもお願いします。決してそばを離れませんように。上がってくるとき確かにいたよ。私覚えてる。ってことは、しずのちゃん、どうする？探す？だな。そんじゃお前ら、そこらの教室、適当に回ってくれ。お前は…
目的は何？テーマってどうするの？これから。おいおい、なんだこいつは、単なるバカ野郎か？がっかりだぜ。幽霊の正体見たりって感じですよね、ももさん。まだわかりません。かくらんが目的かもしれません。油断は禁物です。笑ってるよ、不気味。またそのセリフ。どうして私がいると困るの？水木さんを消したのもあなた？なぜ先に進まないの？本当の目的は何？勘違い。だって。おい、お前。先輩、お願い、お兄様。